山本周五郎作、祖骨評判記。1。狩りた旧の神は祖骨者という評判である。祖骨者といってもどの程度に祖骨なのかはよくわからない。一度そういう評判をとってしまうと、つまらぬ失策までまことらしく喧伝されるもので、 時には他人の分まで背負わされることも珍しくはない。これはつまり、何々の疎骨があったという事実が元ではなくて、むしろその人柄によるものであろう。普通の人間がしたことなら格別面白くもおかしくもないのに、彼のしたことだとなると急に制裁を放って、いかにも並外れた滑稽さを帯びてくるのだから奇妙である。 ことに旧の神の場合には、それを助長するもう一つの条件があった。それは、主君、三浦、生きの神、秋高が、彼に劣らぬ素骨な人であったことだ。しかも生きの神はせっかちの質で、忘れっぽくて早耳という素骨人の特徴を備えているのに、旧の神は落ち着き払って素骨をやるのだから、 目立つこともまた一倍であった。ある時この二人が馬比べの後で優劣の論語を生じたことがあった。生きの神は次第に旗色が悪くなるので大いにきでは囲碁で勝敗を決めようと言った。いかにも承知でござる。九の神はニヤニヤ笑いながら立って行ったが、間もなく将棋盤を持ってきて据えた。 にやにや笑って立つまではいかにも落ち着いたものだが、肝心のものを間違えている。当人も気がつかないし、生きの神は元より大いに咳き込んでいるので、すぐに駒箱を開けながら。許す。先手で参れ。それはなりません。先手は下手な方が取るもので、お神と拙者とでは段が違います。世の命令じゃ。先手で参れ。行意なればやむを得ません。 では、急の心はしぶしぶ、駒箱の中へ手を入れた。ここで気がつくかと思うと気がつかない。指先で駒をいじりながら、はてなと考え出した。語は打つもの、将棋は並べて指すものである。駒と石とが違っているから、つまんでは見たが、具合が変なのは当たり前だ。 生きの神も駒をひねっていたが、旧の神の様子を見て、こいつまた何かしくじったなと思った。祖骨人の癖としてこうなると、しくじったという考えだけに突き当たって、他のことは忘れてしまう。しばらく無言のまま駒をいじり回していたが、ついに生きの神が取ってつけたように笑い出した。どうだ、旧の神。えどうだ 何がどうなのかわからない。ところが、急の心の方もまたひどく恐縮した様子で。いや、どうも。まことにどうも。ははは。どうだ、急の心。どうだ。どうだ。ははは。むやみにどうだ、どうだと言って笑っている。急の心も笑い出した。二人でしばらくケラケラと笑っていたが、 やがて、このことには一言も触れず、揃って庭の方へ出て行ったところを見ると、両方とも何を間違えておかしくなったのか、わからずじまいらしかった。生きの神はことあるたびに、旧の神は粗国物だからという。けれどもそれは非難の言葉ではなくて、むしろ朝愛の意味であった。旧の神は15歳の時から、 おすずり役といってもう七年もおそばさらずに仕えているが、実を言うと、生きの神秋高とは地続きになっていた。つまり、旧の進の母は、秋高の母の妹で、君神の関わりを除けば、いとこに当たるのだ。もっとも秋高が旧の進を離さなかったのは、そういう血縁から来たものではなく、 お互いの粗骨さが共通点となって結びついたものらしい。もう少しうがった言い方をすれば、旧野神は粗骨者だからということによって、いくらか秋高の負担を軽くしている傾きさえあるのだ。元禄九年という年の春のある日、旧野神、改めて尋ねるが、秋高がひどく意気込んでいた。 ソチは矢面ということを存じているかいや、矢面に遅れを取らぬ自信があるか突然そうおっしさられましても、言い訳はいらぬ。自信があるかどうだはあ。いかにも武士として矢面に遅れを取らぬ覚悟はございます。きっとだな。よし。秋高は頷いて。ではこれから吹上港を訪ねるから、ともおせえ。 矢表と吹上公とどんな関わりがあるのか、旧の神は下せぬままに立った。下助の国吹上藩主、斎藤出雲神信次は、生の神秋高と爆虐の友である。生の神は同国三分の上主だから、林旗の吉見もあり、また秋高が、天那二年、十六歳で家を継いだのと、ほとんど前後して、 信次も十五歳で家徳した関係から、この年少の両藩主は、江戸においても国元にあっても、極めて親密な付き合いを持っていた。2。出雲の神の屋敷は、芝桜川町にあった。飯倉の行き邸からは、ほんのひとまたぎで行ける。とも五名を従えて、馬を乗りつけた秋高は、 急の心だけを連れて、隙屋へ通った。おう、本当にご高麗か。のぶつぐは、笑いながらこう言った。今のうちによした方が無事ではないか何を言うか。秋高はむずと座りながら。一度こうと思ったことは、中途で思いとどまった試しのないこの方だ。今日こそ金光をむらってゆくから覚悟をするがよい。 覚悟はその方のことだ。おはぎの弓せは三人張りだから、うっかりすると落命に及ぶぞ。ところで相手は連れてきたか。この急の心だと言われて、のぶつぐは妙な笑いを漏らした。彼が祖ものであることは、のぶつぐもよく知っている。けれど今妙な笑いを漏らしたのは、そのためではないようだ。これは妙なことになったな。 何が妙なことだいや、別の話だ。急の神。信次は目を挙げて。その方はこれまでに矢表の勝負をしたことがあるのか矢表の勝負と申しますると一方が矢を追いかけ、一方が太刀で受けるのだ。矢は五本。居てれば弓が勝ち。五本とも落とせば太刀が勝ちだ。恐れながら未だ試みたことがございません。 何を言うか、急な心。生きの神が驚いて。その方は戦国矢てに遅れは取らぬと立派に申したではないかいや、あれはただ矢てと伺いましたので、矢てと申せば戦の先人、武士として先人に遅れは取りませんというつもりでお答えを。いや、戦場であろうとなかろうと矢てに二つはないぞ。あれほど立派に言っておきながら、この後に及んでとやかくと。いや、 別にとやかくと申すわけではございません。何しろ。まあ、待て。信次が失笑しながら遮った。それでは、ただもつれるばかりで話にならぬ。この方から訳を話してやろう。急の進行だ。身武功は世の秘蔵する金光のちを欲しがっておられる。もう数年この方譲れ譲れとせがまれるのだが。 よも秘蔵の品で手放すのは嫌だから断ってきた。すると今日お城で雑談の折、ふと家来自慢が始まって身不幸は。い,いや、急の心つまりこうだ。そばから秋高が咳込んで。吹上校の家中に弓の名手がいるという。それもまだ十八の娘だが、三人張りの小歩みを引いて百発百中。この矢表に立つものはアルマイと大自慢なのだ。事実だから仕方がない。 すると身不幸が、そんなら自分の家来と勝負をさせて、勝ったら金光を譲るかとこう言われるのだ。ほほウノシンはようやく合点した。それで司祭はよくわかりました。その勝負には金光のおたちをかけるというわけでございますな。ノシン、やるであろうな。秋高が押しかぶせるように、 相手はあれだ。信ぶが前庭の方へ振り返った。いつ来たものか、靴脱ぎ石の向こうのところに、一人の乙女がつつましく控えていた。小麦色の肌のきりっと締まった、藤びたいで眉の濃い、いかにも効かぬ気のまさった顔立ちであるが、張りのある艶やかな僧帽と、右の口尻にほくろのあるのが、 きつい感じの表情を和らげて見える。信次は、二人の顔をひそかに見比べた。急の心は眉も動かさなかったが、乙女の方はかすかに目の縁を染めたようである。心得ました。急の心は両手を下ろして。大せの通り、矢面の勝負をつかまつりましょう。支度をして参ります。 支度はここでするがよいぞ。は、星のものを持参つかまつります。ヒの神は立って座を下がった。脇差しは大しているが、体験は控えの間に置いてある。それを取りに退出したのだが。さて、出て行ったきり戻ってこない。いくら待っても戻ってこないのである。 大名屋敷で広いには違いない。ことに奥殿のすき家と玄関の控えのまでは相当に離れているが、それでも十丁二十丁とあるわけではなかった。見にやっていただこう。秋高はイライラし始めた。出雲の神の故障が見に行った。そしてすぐに妙な顔をして戻ってきた。 控えの間には一緒に友をしてきた四人がずっと待っていたが、旧の心は現れなかったというのである。控えの間には戻らぬと申すかはい。そんな、そんなバカなはずはない。秋鷹はせかせかと言った。刀を取りに出て行ったのだから他へ参るはずはない。もう一度行って確かめて参れ。はい。故障は、 あたふたと走っていった。3。出て行った故障とほとんど入れ違いに、出雲の神の馬回りを務める若侍が、二人で急の心を左右から支えながら運び込んできた。実のところ運び込んだというより他に形容のしようがない。生きの神様ご家来。 かように退水されまして。会釈し,しながら二人がかりで座らせると、旧の神はこんにゃくのようにぐたぐたとそこへくおれてしまった。このありさまを見て、秋かも信次も、あっと目を見張った。これは、何としたことだ。はあ、ご配前所へ見えまして、酒をとお頼みゆえ。 かかりの者がお相手にて差し上げましたそうで、とうとうこのように。どうしてまたそんな。刀を取りに行きながら、何のために拝膳所へ現れ、また何のために酒などをねだったのかわけがわからない。秋高は膝を打って。急の心、表を上げと叫んだ。その有様は何事だ。見苦しいぞ、急の神。 はあ、おかみ。旧の神はうっとりと水岩を見開いたが、実に、実に申し訳なき祖骨をつかまつりました。どうか急の心目に切腹を仰せつけのほど。いや、切腹に限らぬ。次第によっては手打ちにもするぞ。訳を申せ。申し上げまする。 急の心はがくりと平服しながら。拙者め、星のものを取りにお控えの前へ参るつもりで、お廊下へ出ましたので、ずんずん参りました。ずんずん歩いて参りましたが、計略のあるお廊下と見えまして、どっちへ参ってもきてれつなところへ出るばかり。一向に拉致が開かず、さりとて街中ではなし、 改めて道を尋ねるというのも、お狼のご意向に関わることゆえ、実に迷惑に存じていますと、ついご配前所と思われますところへ出てしまいました。何ぞご用かと問われましたが、今更お廊下に迷ったと申すのも、お狼のご意向に、世の意向はそっとしておけ。 秋高はこう叫んだ。それで酒を求めたと申すのか。大せのごとく、ひらに、切腹のほど。そういうのが精一杯で、言葉が終わるとともにぐたぐたと平腹してしまった。これでは矢面の勝負どころではない。怒る秋高を信償がなだめて、 勝負は次の機会ということになった。旧の神は間もなく若侍たちに運び出されていったが、さっきから前庭に控えて死終を見ていた乙女は、運ばれてゆく旧の神の姿を臨の燃えるような瞳で鋭く見送っていた。それから四五日の間、旧の神は、 不快という届けを出したまま、午前へ出資しなかった。どうして出ぬ見てまいる。秋高は出たら骨に応えるほど叱りつけてやろうと待ち構えていたが、見に行ったものの覆名によると、飲みつけぬ大酒ですっかりやられ、まだ床を離れることができないということであった。怒られるのを知って逃げを打つな。 秋きはそう思ったので、よし、あと三日の猶予を使わせ。それまでに出資しなければ感動だと思うぜ。と厳しく命じた。実のところ、急の心は参っていた。これまで飲むというほど飲んだことがないのに、身の立たぬまで煽ったのだから無理もない話である。水ばかり飲んでうなっていたが、それでも猶予三日の最後の日には、 青白い顔でふらふらしながら午前へ出た。いきなり頭から怒鳴りつけられるものと覚悟していた急の心は、どうだ、具合はいいかという優しい言葉を聞いて驚いた。はあ。苦しいならまだ出資するに及ばないぞ。顔色も本当ではないようだ。無理をせずとも良いだけ休んでおれ。全く意外な結果である。 そっと表を上げてみると、た高の眉間が曇っている。額に深くしわを刻んで、どうやら勇門に苦しんでいる様子であった。かつて例のないことなので、旧の心は何か間違いがあったなと直感した。恐れながら、なんぞご不快なことでもございましたか。ご気色が優れぬように拝見つかまつりませんが。 もしや先日、急の心目の、いや、心配するな。そうではない。秋高はそう言って立ち上がった。庭を歩く。苦しくなければともおせい。音もつかまつります。急の心もすぐに座を立った。庭へ降りた秋高は、足を早めるかと思うと緩め、立ち止まるかと見ればすぐまた歩き出すという風で、 心の屈託がそのまま形に現れている様子だった。こうしているうちに、他の上の昇陰帝というあずま屋のところへ出た。清野し、先日は世が悪かった。突然とこう言い出した。何事の仰せでございましょうかいや、隠すことはない。 金光が欲しいため、家来に掛け勝負をさせるなどは道を外した仕方であった。忘れてくれ。四。急の神は、神戸を垂れただけである。実は、出雲の神と交わりを経った。秋高は屈託をぶちまけるように言った。あんな遊戯を知らぬ奴はない。この方は一歳でも年上だと思うから、 何かにつけてかばってもやり引き立て役にも回っていたのだ。その恩義も忘れて、己一角の人物かなんぞのように、のさばり返っている様子は見るに耐えない。なんぞ、行き違いでもございましたか。元は些細なことだ。秋高は苦い表情で言った。昨日は式日で、長ば川の途上だった。 要は少し遅刻したので心もせいていたが、推移したはずみで前を行く者の袴を踏んでしまった。向こうは見事につんのめった。何、いささかでも心へのある者なら、長袴の裾を踏まれたくらいであんな転びようをするはずはない。うかうかしている者だから飲める拍子に、おぎの間の襖を押し倒して、お爪の前へ転げ込んでしまった。それが吹き上げ口でございましたな。 あの田舎者め。秋高は宙をねめつけた。夜がわびる暇もなく、起き上がるといきなり無礼の何のと怒り出し、あては先日の矢面のことまで言い出して、あれは叶わぬから逃げたのであろうなどと言いよった。わびようと思ってもそうなれば、売り喧嘩に買い喧嘩だ。二分の家中には女わらべと立ち会うような腰抜けは一人もおらぬ。こう言ってやった。 それだけでございますか。まあ、そんなものだ。眩しそうな目をした様子では、どうもそんなおとなしいことではなかったらしい。秋高は急いで話題を変えた。それはそれでよい。肝心なのはそんな些細なことで、日頃の遊戯を忘れた出雲の神の態度だ。世はきっぱり交わりを断つと言ってやったが、 今にして思えばあの時金光を譲り取らなくて良いことをした。もし金光がこの方へ来ていたら、昨日はもっと雑言を図れたに違いない。おまじわりを立つとお上から仰せられたのですか。世が言わなければ向こうが申したであろう。あんな腹黒いやつはない。向こうが言うだろうと想像して腹黒いというのは無理である。 しかし、いかにもせっかちな飽きたからしい話であった。急の神は何も言わなかった。長ばかまの裾を踏むなどということはありがちである。また、その弾みで襖ごと転々することだってなくはない。それでも過失なら笑って済ますのが普通である。しかし、虫の居所が悪ければ、袖が触っても命のやりとりをすることさえあるのだ。 ことにわがまま自由に育った大名同士のことだから、どんな些細なきっかけで感触を破裂させぬ限りもない。出雲の神が怒ったのもわかるし、また池の神がこんなつまらぬことをという気持ちもよくわかる。まあそのうちに和解するだろうと、旧の神は気軽に考えていた。その方は楽に考えていたが、 すこぶる楽でないことが、旧の神の方に持ち上がった。そのあくる日の朝であったが、旧の神のもとへ、一通の手紙が届けられたのである。穏やかならぬ左封じだ。開いてみると。感傷ごめんくださいまし。先日桜川町屋敷へご入来。久々のお目文字、嬉しゅう存じました。 あの折はあなた様のご祖骨で勝負はそのままお取りやめとなり残念に存じておりましたところ。そなた様には女わらべと勝負をするような腰抜けならずと仰せられましたとか。私身にとり無念のことに存じます。勝負をお逃げなされたあなた様に、女わらべとお下げすみ遊ばすお心へありやいなや。失礼ながら手だれの矢一筋参りたく存じますゆえ。 この女をお手に入り次第、赤羽ヶ原までお越しくださるよう。もし先日のように、こしらへ祖骨でお逃げなされば、そなた様の未練になること世上の沙汰とお覚悟遊ばせ。ごはぎ。と、達筆に書いてあった。相変わらずだな。急の心は眉をひそめて。しかし、こいつは、どうもちょいと弱ったぞ。 手紙を巻き収めながら、こうつぶやいた。弱るには訳があるのだ。三人張りの小歩みを引くと、出雲の神信継が自慢の乙女。奥田小萩は、旧之進の言い,い名付けなのである。旧之進の国元の家の隣村に小萩の家があって、父親同士が実婚にしているため、二人は幼少の頃からよく知っていた。 小萩の父文左衛門は、吹上藩国元の弓の師範で、旧の心も折に触れて教えを受けたことがある。その頃から小萩は弓いじりをしていたが、三人針を引くというのは天分があったのであろう。旧の心は十五歳の時に江戸詰めとなって出布し、言い,い名付けの約束はその後でできたものだ。吹上港の庭先に小萩の姿を見つけた時は、 全く驚かされた。あの時のぶつぐが妙な笑いを漏らしたのは、おそらく二人の関係を耳にしていたためであろうが、急の心は無論そんなことには気づかなかった。幼い時から効かぬ気性だったが、三人張りを引いて敵のとは驚いたと舌を巻いたのである。五。 それでもあの時は無事に済んだ。あの時の祖骨がこしらいごとであったかどうかは別として、無事に住んでよかったと思ったのは事実だ。しかし今度はそうはいかない。秋きたかの一言が飛んだ方へ火をつけた形で、来なければ未練なりと世情の沙汰にして笑うというのである。急の神が笑われるだけなら考えようもあるが、 おそらく小はぎからのぶつぐに伝わって、伝中の評判になるだろう。そうすれば地軸は主君の上にも及ぶ。弱った跳ね返りだな。清の心はしばらく考えていたが。しょうがない。まあ、しょうがないだろう。一人つぶやきながら立った。所用の届けを出して、いいくらの屋敷を出ると。 道を急いで赤羽ヶ原へやってきた。後にそこは増上寺の境内に取り入れられたが、その頃はまだ赤羽橋のほとりに二万坪ばかり、樹木もない空き地になっていた。腹へかかるとまず驚いたのは、小はぎの他に十人ほど、美しく着飾った奥女中たちが、いずれも馬上でずらりと並んでいたことだ。 春とはいえまだ草の芽がわずかに燃え始めたばかり。広い空き地は荒涼と枯れている。そこへ色彩華やかな乙女たちが駒を揃えたのだから、その派手なことはちょっと類がなかった。やあ、お揃いですな。急の神は微笑しながら近寄った。まるで一時に桃が咲き出したようで眩しいござるぞ。みんな夢をおやりか おだまり遊ばせ小はぎがきっと遮った。色は浅黒いが、そこに集まった中で、小はぎはやはり軍を抜いた器量である。見所堂の小歩みを左手に、エビらへ五本の矢を折った馬上の姿は、娘ながら凛とした意を持っている。主意は文で申し上げました通り、小はぎは霧工場で続けた。 私のいる矢は五本でございます。間合いは三十歩。これへどうお持参いたしておきましたが、お付けになっても万一のことはお覚悟遊ばせ。そう言いながら、そばにいた女中の手から、用意してきた桶川銅を受け取ってそこへ差し出した。これをつけてももしかすると命はないぞというのである。それはいろいろとお心のつくことで。 急の神は笑って。せっかくだがどうせつけても危ないものならよしにいたそう。同じことならどうをつけて死ぬよりつけずに死ぬ方が外分が良さそうだ。どちらともお心任せに。すぐに始めますかな。こちらはじっと相手の目を見た。間合いは30歩です。じっと見つめる急の神の目から慌てて背きながら 小萩は突き放すように言った。急の神は身を引いた。そして静かに数えながら三十歩だけ遠のき、振り返って大剣の鞘を払った。小萩は馬上のままである。エビラの矢を二本抜き取り、一本を吊るに、一本を命矢にしてきっと馬の上に伸び上がった。急の神は大剣を正眼につけた。 そよとの風もない早春の霊術。増上寺の森で渡り遅れた日踊りの鳴く声が、時折静かな空に聞こえる他は、何の物音もしない。十人の女中たちはさすがに息を詰め、手綱を皮脂と汗にしながら見守っていた。小はは弓を引き絞った。キきききと微妙に巻き藤がきしむと見るや、ヒュー。 と急の心の胸板真正面を狙って、電光のごとく飛ぶ矢。え<い>叫びと共に体験が空を切る。矢は二つに折れて右手へ落ちた。小はぎは犯せず二の矢である。しかし、三の矢も四の矢も、見事に急の心は払い落とした。踏み開いた両足はまだ一歩も動いていないのである。 小はぎの額は青みがかり、しかもふつふつと汗が滲み出ていた。お待ちなさい。急の心が突然こう叫んだ。その矢はいさせぬぞ。いてみられい。いざ叫ぶとともに右足を踏み出し、小手下がりに刀を取って、 はたと相手の目を見た。小はぎは五の矢。最後の矢を鶴につがえて、馬の上に伸び上がってきっと呼吸を測った。なんの。強く唇を引き締めながら、キリキリと鶴を引き絞った。引き絞ったが、そのまま小はぎは呼吸が止まるかと思った。今までのデクを立てたような構えとはまるで違う。 今度は急の心の姿が体験の影に隠れて見えないのだ。そればかりではない。お手下がりの静眼に構えた刀が今にもこっちへ飛びかかってくる生き物のようにさえ見える。これ式のことが。優を起こして目を凝らすが次第に血が頭へ上ってくるので瞳が狂い、詰めている呼吸は胸郭を引き裂くかと思われる。その時、 えい急の心がすさまじく絶叫した。小はぎはがっくりと馬の首へ打ち伏した。六。周りにいた女中たちの二三人が、あっと言って馬を寄せようとしたとき、急の心は刀を鞘に収めてつかつかと近寄り、小はぎ殿の一言だけ申し上げると言った。 女わらべと言われたのは、武芸沙汰を笑うのではない。武家に生まれたからは女子でも武芸の一手にて、心得るのが当たり前のことだ。一口に女わらべと言われるのは、いささかの才能に慢心して負の道を忘れるからだ。三人張りの小歩みを引いてその矢表に立つものなしなどとは、少子なばかりでなく、吹き上げ藩の侍どもの名分を貶める技だ。 英文の意を張る国は滅び、女の出しゃばる家の末遂げたためしはない。あなたとは親たちの間で約束したこともあるが、たった今ここで早くをする。しかとお伝えしましたぞ。これだけ言うと、旧の神は大股にそこを去っていった。小萩は失神した者の,のように馬上に打ち伏したまま、身動きもしなかった。 こんなことがあったとは、無論、旧の心は、色にも出さなかった。そして、身部家中に関する限りは、誰一人として知らずに過ぎた。それよりも妙なのは、まあ、そのうちに和解するだろうと、気楽に考えていた、秋高と信次が、案外そうたやすく仲直りする模様がないことである。秋高は、出雲神の,の屋敷のそばを通るのも嫌だと言って、 途上の檻にはわざわざ行列を遠回りさせるくらいなのだ。そして急の心に向かっても時折、いずもめ、ね、お役にありついてよう見返すつもりか。このごろしきりに老中のご機嫌をとっているそうだ。田んぼ奉行にでもなる気だろう。などと憎さげにののしるのだった。悪い時には悪いことが続くものである。田んぼ奉行にでもなるかとあざけったのぶつぐが、 それから間もなく本当に、お馬や奉行に任せられた。その告示のあった日のことである。下城してきた秋高は、機嫌そのもので、金獣の者に当たり散らした挙句、急の新酒の相手をしろと言い出した。恐れながら、拙者酒では懲りております。おかみにもさようなご記食ではお体に触りましょう。黙れ 出雲の神の酒を飲みながら世の酒を飲まぬとは言わさんぞ。キャツメがお馬や奉行になってどんな心持ちか、その方も一緒に味わってやれ。お馬や奉行ああと彼は声を上げた。出雲めがまんまとしとめおったぞ。急の神は目を伏せた。それから低い声で、お相手をつかまつりますと答えた。 秋かも酒をたしなむ方ではない。しかし、喧嘩相手の信次が、完全に出世したことを思うと、酒でも飲まずにはいられなかったらしい。これもまた、わがまま育ちの大名の一癖である。多くも飲まなかったが悪酔いをした。無論そんなことで胸の不満は収まるはずはなかった。牛の神、使者に行け。 いずれへ参りまする。あた下の島港を招いて来い。あた下の松平島の神。これは殿中で秋高と話の馬の合う人だった。時には互いの屋敷を訪ね合うこともある。もう四十に近い年だが無役のままで、秋高としては今の不満を語るのにもって来いの相手だった。大せではございますが、もはや有形でもあり、 おみにもおい遊ばしたご様子ゆえ、明日お茶になりとご招待遊ばしますよう。そうか。秋高は案外穏やかにうなずいた。ではそうしよう。死者には今宵のうちに参っておけ。申しつけたぞ。承知つかまつりました。もう入るぞ。悪酔いをしたのであろう。青い顔をして奥へ入ってしまった。 旧野心は午前を下がるとすぐ着替えをして馬を命じた。松平島の神へ死者に行くためである。主君秋高の気持ちは旧野心にも痛いほど直に感じられた。あんなことのあった後で、しかもあざけり笑っていた相手が、こっちを出し抜いて出世をしたのだ。お役好きとなれば電中での格も違うし、 場合によればどんな意地の悪いことをされても黙っていなければならぬだろう。島公を呼んで不平を語ろうとする。めめしいようではあるが、この場合、お神としても他に大心槍はないに違いない。急の心は胸を痛めつつ、別途を従えていいくらを出たが、考え事に気を取られていたためか、 あたご下へ行くべき道を桜川町へとり、そのまま斎藤出雲神の,の屋敷へ乗り付けてしまった。七<父>。何生きの神から死者となのぶつぐは不審そうに聞き返した。息きの間違いではないかいいくらから死者をよこすはずはないぞ。 いいくら様のお死者にそういうございません。狩りた旧の心でございます。何、あの、粗骨者か。信次は、あっと言った。彼また粗骨をやったなと気づいたのである。何しろあれ以来、秋きたかとは口もきかぬし、今度こっちがお役についたからは、歯ぎしりをして悔しがっているはずだ。今更何の死者をよこす必要があろう。 俺は確かに旧の心の底骨だと推察したので、よし会うぞ。にやりと笑った。書院に閉服しているのはまさに旧の心であった。信次は座につくと、よそよそしい声で、キパキパと言った。信次じゃ。生き殿の死者対、はあ、工場の面向聞こう。 ヒの神は平服した顔を静かにあげた。もう度胸を決めているらしい。生きの神より向上にて申し上げまする。うん。信次は天井を見ている。この度は、大前奉行に任じられ、執着至極に存じ上げまする。生きの神自らご祝儀に参るべきところ、他ならぬご当家様のこととて死者向上のお祝い、平にごめんこむりまする。 待て、急の心。待て。信次は苦笑しながら遮った。ただいまの工場、生きの神より申しつかってきたのかそうではあるまい。恐れながらまさに、いや、そうではあるまい。その方は死者として行くべき先を間違えたのであろう。生きの神がそんな祝いを言ってよこすはずはないぞ。 それは恐れながら、出雲の神様のお眼鏡違いかと存じまする。そうおせられまするは、いつぞや電中で生きの神の過失により、お腹互いに愛なったことの一瞬をお含みの上と存じまするが、出前主人とこちら様とは14年のお交わり、たとえお腹互いに愛なりましょうと、生きの神神中には一時もこちら様のことをお忘れ申したことはございません。いや、偽りは申しません。 なるほど、口では無念がましき言を申しましょう。けれどもその言葉の裏には、十四年のご侵入を失われた寂しさがありありと伺われまする。おそばに仕えまする急の心。そのありさまを見るたびに苦しく切なく、あような時出雲の神様はいかがおぼしめすか。あれほどのお腹が不安になって、出雲の神様はお寂しくはまさぬかと。 失礼ながらお恨み申し上げたことさえございまする。信次の目が、いつか膝へ落ちていた。この度のご出頭に、ご苦話を忘れてご祝儀の使者を差し立てました生きの神の真中、お組み分けくださいませぬのは、お情けのを存じまする。ヒのー神。信次は静かに目を上げた。 世が謝った。今の言葉は忘れてくれ。いかにも生き殿のご祝儀ありがたく受けるぞ。はっ、あ。急の進は平服しながら。早速お聞き分けくださいまして。急の進面目に存じまする。なおまた。明日は久々にてご対面を得たく、茶を申しまするゆえ、曲げてご来がださいませるよう。何息が世を招くというか。 くれぐれもお待ち申すとの口上にございます。そうか。信次は感動して頷いた。いかにも快く参ろう。帰ったら息岐殿にお伝え申せ。出雲も土産を持って参るとな。は、大勢そういなく申し伝えまする。大義であった。信継はすっかり真面目になっていた。 九の神は俳優して自居した。死者の行く先を間違えたばかりではない。とんでもない相手にとんでもない口上を述べてしまった。出雲の神の屋敷を出た彼は、心なしか顔色も暗く、馬をやるにも方針しているかに思われたが、もう信次の前へ出た時から覚悟はついていたのだろう。いいくらの屋敷へ戻るとすぐ、 夜中ながら押してお目通りを願い出た。悪酔いをしてすでに新所へ入っていた秋高は、旧の心と聞いて申し付けたこともあり、資産ありげな押しての願いに、まもなく衣服を変えて表へ出てきた。旧の心はいつもに似ず、はるかに下がって契服しながら。狼、急の心目に切腹をおせつけくださるよう。 いきなりこう言い出した。なんだどうしたのだ申し訳ございませぬ。お死者先を取り違えました。間違えたと言って、秋きたかは眉をしかめた。全体どこへ行ったのだ出雲の神様お屋敷へ参りました。あっと言って秋きたかは口を引き結んだ。八。 本日のお怒りも出雲の神ゆえと、そのことのみ考えて参りましたためか、ついうかうかとご門へ入り、しまったと思いましたがすでに遅く、つい出雲の神様と、会ったのか会ってしまったのか明日の茶の催しにご招待申し上げてしまいました。祖国でございます。 旧の神は平伏しながら叫んだ。お詫びの申し上げようもございません。どうぞ、切腹大せつけくださいますよう。しかし、生前に一言お願いがございます。明日は、出雲の神様とお二人にて、お茶席の催しを遊ばしまするよう。すれば旧の神の祖骨も救われ、せっかくお喜びの出雲の神様もご失望なさらず、待て。 いずもが喜んだというか、明日を楽しみにすると仰せられました。またその説は土産を持参するとまで、お喜びのご様子でございました。秋かは黙って目を閉じたが、やがてうなるように、切腹には及ばんぞ、と言った。貴様の祖骨は病だ。 病を咎めるわけにはゆかぬだろう。ただし、これ一度に限る。この次には許さぬから覚えておけ。では、お茶のお招きも。しようがない。残念だが催してやる。はあ、片付けの。平服する急の心を、いまいましげに睨みながら、秋高は足音も荒々しく奥へ入ってい その翌日である、出雲の神来帝と聞いて、しぶしぶ迎えに出た秋高は、いきなり両手を信次の温かい手で握られて、あっけにとられた。負けた。この方の負けだ、生き子。信次は震える声で言った。信次も、仲直りがしたかったのだ。 電柱で,で何度言葉をかけようと思ったか知れないぞ。だがやはりできなかった。嬉しかったよ、生き子。あの檻のことは許してくれ。よく先に折れてくれた。嬉しいぞ。嬉しいぞ。出雲公秋高も必死と手を握り返した。信嗣はしかし相手に言葉を与えず。 さすがに一年の長だけはある。中たがいをしていなくとも、出世をした者のもんが尋ねにくいものだ。ことにあの不安の中でなおさらであろう。それだけに嬉しかった。誰に祝われるより、やはり意気うに祝ってもらいたかったのだ。よいよい、もうよい。秋高の声はにわかに湿ってきた。会えばいいんだ。 よく来てくれた。さあ、席へ行こう、席へ。ほとんど手を取り合ったまま、二人は奥へ入った。客前通っても、しばらく二人とも同じ感動の言葉を繰り返していたが、やがての仏具は、故障に持たせてきた二式の袋を取って、さあ、土産だ。受けていただこう。と差し出した。 何が入っているかはもちろん一目でわかる。金光だな。ご終身の金光だ。今日の招きの返礼に持ってきた。そんなに、秋きたかはうるんだ目で相手をじっと見た。そんなに今日の招きを喜んでくれるか。それがわかってもらえないか。まあ、待ってくれ。 事実を言おう。秋高はふいと金光を置いて形を正した。実は、本日の招きはこの方の心から出たのではないのだ。何を言う、イキ子。あたご下の島の神を招くように命じたのを、旧の神が粗骨で間違えたのだ。しかし、よく間違えてくれたと思う。式台でこなたの顔を一目見たとき、 自分はどうか知って、泣くまいと、歯を食いしばっていた。正直に言う。招いたのは旧の心の底骨だ。けれども今こそ改めて心から招きたい。出雲子、受けてくださるか。そうか。そうだったのか。信次は頷いていた。 よく打ち明けてくれた。言うまでもなく、心からお受けをするよ。その代わり、金光も受けてもらいたい。いや、これは祖骨の褒美として旧の神にやってくれ。この祖骨はそれだけの値打ちがある。旧の神には別に土産があるのだ。信次が微笑しながら。なあ、旧の神、とこちらへ振り返った。 三人張りの弓を持って、せっせとクリア仕事の稽古をしているものがある。その方をよまや知らぬとは言うまいな。いや、これはもっての他の仰せ。行き行にはよが死災を話そう。土産として届けるゆえ、大切にしてやれ。よいかヒの神は平服しながら、かすかに笑った。なんだそれは 秋高が不審そうに聞いた。まあよい。信次は笑いながらこう言って立った。明日になれば自然とお分かりになろう。では茶席を拝見いたそうかな。久方ぶりで手前を現れようか。喧嘩はハッととしてな。明るく笑いながら、二人は連れ立って茶席の方へ立った。 それを見送る旧の心の目には静かな、けれど、いくらか誇らしげな微笑が浮かんでいた。